いいですか、ね、とりあえず生ビール中、うん、はい、と男餃子ですか、ニンニクありで、はい、ニンニクありで、はい、しようかな、ちゃんと鶏ハムで、鶏ハム、はい、このとこに今日は行ってみる。今日来てるところはね、倉敷駅前に来てるんですけど、まあ、最近もねちょっと倉敷駅前をブラブラすることがあったりなんですけど、まあ、今日はね、週末ということでね、ちょっとね前から気になってた場所でちょい飲みしてみようかなと思いますね。この先にねちょっと気になってる場所があるんですけど、ちょっとこれからね、行ってみようかなと思います。まあ、この通りなんですけど、結構ね居酒屋さんとか、多く立ち並んでるエリアなんですけど、まあ、その中でもね結構ひときわ目立ってる、場所にねちょっと今日は、行こうかなと思います。ちょっと光り輝く、スナック街があるんですよね。ちょっとねこのところに今日は行ってみようかなと思います。一見入りにくい感じなんですけどね、このアパホテルさんがあって、でこれをねずっと突き進んで、ここから先がねスナック街ということで、ちょっとねワクワクしながら進んでいこうかなと思うんですけど、今日はどんな感じなんですかね。初めてねここでこの辺りで飲むんですけど、今日はこちらに行ってみようかなと思います。あ、すいません、注文はいいですかね、はい、どうぞ。とりあえず生ビール中、はい、この男餃子ですかね、ニンニクありで、はい、ニンニクありで、はい、あとは、なんかおすすめってありますかね。おすすめ、そうですね、早いのはもう、あー、まあ、早くね、なるほど、しようかな。じゃあ鶏ハムで、はい、お願いします。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今やっときました。お疲れ様です。はい、これお
ハレ茶杯一つお願いします。結構これ珍しいですね。これいただきますね。ドブ漬け餃子というか、というわけでご視聴ありがとうございました。というわけで今日はね、スナック街、まあ、そういうねエリアに来たんですけど、その中でも前から気になってたドラゴン餃子さんにね行ってきたんですけど、僕もね結構ニンニク好きなんですよ。すごいラーメンなんか入れたりとか、いろいろね食べるんですけど、ここはなんか本当にニンニクと餃子がすごいマッチしてして て僕が今まで食べてきた餃子の中では意外と本当に納得いく味というか、お酒が進む餃子かなと思います。いや、 やっぱりね名前も結構ねインパクトあるんですけど、餃子の方もね本当に美味しい感じでお酒が進むと、本当に1杯で終わらせようと思ったんですけど2杯飲んじゃったという感じになっちゃいましたけど、またね来ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。